皆さんこんにちは。いつも一緒のママちゃんとパパとママです。はい、今日はくら寿司でやってきました。くら寿司チャレンジ、何皿食べれるか挑戦です。 GoTo Eat がね、来れたので、はい、いっぱい食べたいと思います。食べる。今うどん食べんだ。頼んだの？早速ママちゃんエビ天うどん食べました。ネギが入ってるから、ネギは全部パパにあげます。ちょっとね、ネギ自分に食べて。ポンポン、うん、あのさ、ネギパパ全部食べて。分かった。あとネギ嫌いなんで。4000円以上食べると1人1000円ポイントがつくので、今日シャンも入れて4人で来てるので、ママもいるよ。4000円シャンもいます。4000円食べたいと思います。エビ天寿司2個頼んどく。そうだね、いいや。パパもちょっと食べていい？エビいいよ。はい、ありがとう。いただきます。いきなりいただきます。やい、熱いけど美味しい。おうどんもうないよ。なんか食べたのか。あ、エビはある、エビ。ほら。うどん。うどんもないよ、だって。あんないっぱい食べると持っとるの？頼む？うどんがいいの？これいいの？うん、これ食べてからうどん食べる。そうだね。うん、はい、食べてて。はい。どう？美味しい？美味しいですね。うん。どう？頼んで食べさせて、食べて頼んで食べさせて、まとめて。どうしたお姉ちゃん。うどんだけでお腹がいっぱいになった。どうして、せっかくさ、いっぱい食べていいよって言ってんのに。あのさ、なんかいいですか？あのさ、黒い、黒いやつさ、このくらい丸いやつ、この黒い輪っかみたいなやつを入れられるんじゃない？これ？あ、そうなの？顔に？さっきね、あったの。入れるやつ？次来たら入れてくれる？分かった。うん、頼むよ。はい、まだあるよ。入れられる？はい。輪投げじゃない？輪投げじゃないよ。そっと入れてね。シャンバリンみたい。シャンバリン。シャンバリンじゃない。タンバリン。手まり寿司。もう上手上手。どうですか、まりちゃん。食べて美味しいでしょ。いいね、いいね。もう口に入る。ふざけしてるな。できたか、あれなんか斜めになってるじゃん。行っちゃった。すごいね、慌てたね。おかわり醤油いっぱい飛んでるんだけど、どういうこと？麺とこなくて。なんでそんなとこに醤油がさ飛び散ってるのよ。モリモリポテト。いいよ。頼むよ。
いただくわ。いただきます。あのこれかけないと。かけないと。もう。じゃあどうする？入れてみる？お皿。はい。食べるなよ勝手には。ダメつい女だ。もう一個もう一個。五枚ね。あ、いた。しんちゃん、金魚くん、猫ちゃん。教えてあげる。もっと入れて、次次次次。次ね。おぉ当たった2回目でゲットだけど、ゲットだけど、はい、これ、やばいかも。どういうこと？やばい。ねえ、ちょっと待って。なんでよ、こっち見せてよ。はい、ダメだ。なに？かわいい。チャレンジです。当たり。でも1個当たったでしょ。当たっただけいいじゃん。でもさ、35皿やってさ、1回だよ。どう、おまーちゃん、それ。おいしい。それは？おいしい。かわいい？もういいんですか、お寿司は。もういいです。意外と少なくない？もう無理じゃない？これは？デザート無理じゃない、もう。まーちゃん、もうデザート無理でしょ。食べれる。
それじゃ食べる？決まった。どれ？かき氷だよね。注文してる。終わりだもんね。美味しい？美味しいでしょ？やめなさい。ごちそうさまでした。今日は最終的に何皿食べました？36皿とエビ天うどんとポテトと、はい、あとかき氷、はい、食べました。ビックラポンを6回やって1個目できました。そして35だもん。7回やったでしょ。37回やったんだ。そうよ、7回やったのに1個しか出ませんでした。そう、残念。これジャリパン食べてほしい。ジャリパンだもっと食べられると思いましたけどね。思ったより食べれませんでしたね。もう腹いっぱいだよね。うん、もう無理。シャリパンダ当たった。シャリパンダ、最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンをお願いします。お願いします。チャンネル登録をお願いします。仕事が見てね。Go to eat.